お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、こちら、スキャラフリーズをね、使っていこうと思うんですけど、ですね、アップデーが、アップデーっていうのかな、情報修正の内容が出たんですよね。で、11枚今回カードのこう、強化であったり、下方であったりっていう、いろんなね、まあこう、カード修正が入ることがね、発表されたんですけど、多分出てるか。11枚、なんかね、ありますね。e スポーツニュース、これだ。そう。バランス調整の内容が発表されたってわけで、もうすごいね、環境変わるんで、このアップデート動画も、まあ出そうかと思ったんですけど、まあ今、触れても、そのカードは別にね、修正されてないんで、まあカード修正されてから、その動画ね、また上げようと思います。ってわけで、この11枚の中で、今回一番やばいのがトルネですね、トルネ。これ。トルネードの修正が一番でかいです。で、これがね、なんか、トルネ今2秒、トルネの時間、こう2秒が1秒になって、このダメージ70っていうのが、まあ、140だっけ ?2 倍になるか100か。なんか強化されるみたいな感じだったんですよね。で、タワーに対してダメージが入るようになるみたいですね。施設か。はい。なんで、ここに打ったら、キングタワー起動しちゃいますね。っていうのが、まあ、一番大きいね。今回内容。でも、それですね。てか、あともう、吸引力が強くなるんですけど、やっぱ時間は短くなることによって、なんか今までよりユニットを集めたりとか、まあそういったことにかけれると言いますか。そういったところが弱くなるっていうので、まあ攻めトルネ、そして防衛トルネがちょっと弱くなっちゃうんですね。これなんか、トルネの修正って今までなかったので、なんかレアな感じがするんですけど、あ、いて。あえてこれロイジェですね。はい、という感じで、トルネがね、今回もう、キングに、マジで、トルネのスキャラからしたら、超辛いですからね、これ。そういったところでもうね、スキャラ使えなくなっちゃう。多分、まあ、トルネードなしのスキャラは全然ね、今後もあると思うんですけど、トルネ入りのスキャラは多分、ほぼ C ぐらいじゃないんかなと思います。といったわけで、もうスケフリ、僕のスケフリ、基本トルネが入ってるので、スケフリも使えなくなっちゃうかもしれないぐらい辛いですね。はい。で、なわけで、シャングリラ中野さん、よろしく。オシャンティの名前ですね。よいしょ。さあ、スケロ打ちます。危ない、フリーズだった。で、エレキを割いた後なので、でもインドがね、ちょっと辛いと思うんですよ。そうですね。ワンチャンここにエレキ落ちてくるかな。落ちてこないですね。落ちてきた。おい、おしゃれ。え、待って、おしゃれすぎた。さすがにこれおしゃれすぎん？いや、決まるで、今リセットがないので、このインドがね、活躍するよと。いや、このダメージでかいですね。僕フリーズなんで、最後の削りがね、ちょっと足りなくなるのが怖いですが、ここ打っちゃいましょうか。35秒なので、一回もう打っちゃって、落としたいみたいなとこあるな。落としてくれると、すごいありがたいんですが、ワンチャン怖いですね。来ますね。で、ここで多分エレキが降ってきます。降ってこないがライトニングか？危ねえ！インドロを高めに置いたことによってライトニングを回避しつつ、あのタイミングでエレキが降ってきてもフリーズで固めてるといった感じで、さあ、まあ。なんとまあ無事一緒ですよ。ちょっとね、久しぶりの動画、昨日からね、動画投稿を再開してるわけなんですけど、久しぶりの動画で若干カミカミの、なんかね、何言ってんだって感じですが、やっていきましょうかね。いや、マジでトルネカゴでかいですね。超でかい。なんで、ホグとか、もう2年、3年ぐらい前の、時代に一瞬戻るんじゃないかなっていうワクワクもちょっとありますね。トルネ、もともとなかったんですよね、このゲームに。はい。途中から採用されて、出てきたカードで、それまでは、なんか、ホグライダーとか、ホグフリとか、まあ、バルーン、ジャイバルーンとかもありましたし、まあ、あと、枯渇、あとは、ジャイプラスのディガー、とか、まあディガっぽいデッキとか、なんかまあ直線ゲーでやったんですよ。スケラもなかったんで、しっかり橋渡って戦うゲームだったんで、まあそんな感じにね、一瞬は戻りそうだなって思いますよね。ちょっと楽しみなのはありますね、楽しみ。よいしょ、これはスケラ打っていきましょう。トルネがいなくなる。まあいなくなることもないと思いますね。逆にタワーにダメージが入るようになったので、あれなんですよね。僕が言いたいのは、クロスボウのトルネのクロスあるじゃないですか。クロスって別にキング起動されてもいいじゃないですか。で、そして別にダメージが入るんで、クロスからしたら、ちょっと強化なのかな、みたいな。でも、防衛面とか、そういった面でトルネが働かなくなると、どんぐらい働かないかもね、本当に、まだこうね、採用っていうかね、アップデート来てくれないとわかんないんで、ちょっとあれなんですが、よいしょ。そうですね、トルネがオワコンになると、すごい変わりそうですね。ホグ、バルーン、枯渇。なんかそういった、なんかシンプルなデッキっていうんですかね、昔からあるデッキが、すごい輝きそうな気もしなくもないと言ったところですね。これめんどくさいですね。あ、これはトルネと多分樽で、ヒースピがいい感じに溶けてくれれば、オーケー！さあ、で、マスケとスケルトン部隊でしたね。今のトレンドとかもね、こうなんか普通にやってますが、もうできなくなるって考えたら、トライですからね。とりあえず後ろからユニット割きつつ、1800はどうにかダメージ稼ぎたいですね。で、3が5とスケルトン部隊があるので、攻めフリーズ打たなければ、僕の攻めは通んない説があるんですよね。よいしょ。こうトルネと。ああ、いや、めっちゃいいヒースピ。危ねえ。めっちゃいいヒースピされて、回復されてるが、待って。勝てる。痛い、待って。違う、痛い。これでダメージ逆転される？いやー、まあ、こっからですね。右側、左来た。これはね、あれ、多分相手スペルがないので、今んとこ。中型スペル5とかないので、トルネフリーズで、うわー、うめえ、それは。トルネフリーズでまとめようと思ったんですが、うまいですね。うわー、やべ、めっちゃいい攻めしてくる。いでー、これまあいい感じに許容してね。いや、このマスケちょっと美味しい。マスケちょっと美味しいが、さあ、こっからですね、全然ありますね。で、左かな ?1800 まで削れてるんで、8枚5ブジェがちょっと嫌だな。打って、これ多分3が5。早く、スケラ分け、早く、オッケー。これもう、パッキンしちゃって、スパーキー、ダメージ入れ、オッケー、いや、めっちゃいいスケブ。いや、あるぞ。で、問題は、相手の5ブジェですね。多分、ザップ今、はい、構えて。そうですね、来るね。OK。で、後ろに剥がして、OK、耐えれる。お前、回復すんだ、やべ。いや、その回復強え。危ね、ちょっと待って。来た。で、これ3が5。いらっしゃい、フリーズか。来た。で、なんとなく攻め取るねして、OK、これのベビーの範囲攻撃で入る。よし、危ねえ。これも全部トルネのおかげなんですよね、本当に。トルネないと、フリーズのスケラどうなるだろう。昔はね、ボーラー墓石の矢の雨フリーズとかもあったので、まあそうですね、施設が今回しかも大幅下方入ったので、あ、これあれだ。グラチャレ12勝めっちゃしてる人っすね。有名プレイヤーですね。よろしく。グラチャレ界のみかんさん的な感じですね。グラチャレ界のみかんさんおかしいよ。クラロワでいうみかんさんみたいな感じの、そのグラチャレ界トップの人ですね。はい。ってなわけで、まあ、あれですね。トルネなしスケラフリーズも、ちょっと流行るかな。でも30位とかもね、増えると思うんですよ。そう、トルネが顔というかタワーにダメージ入るってことは、後ろに30位出したときに、トルネでね、まとめようとすると、それがね、キング軌道。はちょっとね、えぐいですが、もう、えぐいですね。スケラトルネは終わります。てなわけで、30種も増える。枯渇、ジャイ、ホグ、バルーン。いや、すごいなんかね、古き時代に戻りそうですね。なんかスパーキーみたいな香りしてるな。キンギルします。やべ、みんな殴んな、お前。危ねえ。いや、スパッキーですね、これ。エレキー、ダックプリー、ライトニングザップ型かな。で、コケツスパ、でしょうね。いや、分かってますね、相手も。で、ここ、いやー、めっちゃ悩むな。今のケツボーラーしてると、逆サイゴブジャイミリペ来て、スパーキーにボーラーとタワー打ち抜かれて、で、やられるので、ケツは良くないですね。3が 5? うん。インドが頑張れ。オッケー。あー、そっち打ってくんねえかな。まあまあまあ。うい、今スパーキーめっちゃ強いですからね。なんか、すごい流行ってますね。このライトニングだと思うんですけど、この相手は。ライトニング型と、なんか、普通のクエイク型のスパーキーがよくいます。よいしょ、危ねえ。これ多分防衛ライト来るかな。ですね、さすがに。うわ、めっちゃいい位置のミニペ。やば。うますぎだろ。一発は入んないね。あぶねえ。で、ライト打ったので、あれは簡単に処理したいですね。これフリーズ打って、オッケー。ボーラーのコロコロで。これなんか来る。もう一枚に行ってこい。オッケー。おいしい。オッケー。これがトルネ OP。鳥の OP と言われる理由。で、ここ一回待っていいな。多分3が5。オッケーオッケーオッケー。で、ニットコスト使わせて、インドからの攻め3が5がなんかいる。うん。でもこれ、インドにタギいってる。ナイスナイスナイス。うわー、ちょっと無事。いや、これ待って。うわ、下手。うわ、待って、下手。待って、めっちゃ下手。ちょっと待って。急に下手。びっくりびっくりびっくり。急に下手。うん。これは、OK。スパーキーを、しっかり、めっちゃいいミニペ。やべ、一発入る。お前やめろ。やめろ。待って、めっちゃいい。危ね。おっき、キング起動してる。危ね。ちょっと待って、危ない。勝ちたい。エレキ今使ったな。あ、待って、エレキ使ったと思った。え、待って、エレキおるじゃん。なんで待って、やべえ。サク。え、ちょっと待って。まくる。え、エレキおるじゃん。なんでエレキ普通にいたんだけど。あ待って。ザップ来い。おらやべ、終わる。待って、ボーラー間に合う。うえ間に合う。あ。うわぁ、ちょっと待ってよ。これね、ちょっと待って。なんか、ちょっと待って、一回、めちゃめちゃ下手くそなトルネあったっすよね。あれだ。最悪だ。一回めちゃくちゃ下手なトルネあった。うわぁ。普通にあんなことせずに、後ろからね、こうまたボーラー割いてとかアイスイーズ割いてみたいな感じで、相手がこうエレキまで多分割いてくれてたんですよね。なんで、ゴブジャイ三角エレキを美味しくいただいて、スケラ打って、フリーズで、勝ってたのに。いやー、悔しいなー。というわけで、まあちょっとね、最後負けちゃったんですが、まあ今日はね、こんな感じで終わろうかなと思います。で、まあそうっすね。多分明日も動画、上げると思いますが、もうシーズンね、時間もないので、トラゲ頑張ります。8000円いきたいですね。とりあえず、8000円いきたいと思います。ぶち上げます。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。